カマキリモドキはアミメカゲロウモク、カマキリモドキ科に属する昆虫で、上半身はカマキリ、下半身はクサカゲロウやスズメバチに似た外観を持つ。頭部は目の大きい三角形で、触覚が短いこと以外はカマキリに似る。前足はカマキリのようなカマ構造になっており、異なる点は、カマキリがカマを胸の前に構えるのに対して、カマキリモドキは胸の横、 腕より後ろに構える。小型の昆虫などを捕まえて食べることから、一種の修練進化とみられる。羽の輪郭は脈締め特有の滑らかな曲線で、できており、よく飛び回る。高貸色のものが多く、スズメバチに擬態しているのではないかと考えられている。この仲間は、クモ類の乱壊に寄生することが知られている。対象となるのは徘徊性のクモ類である。メッセージは、 草の葉裏に多数の卵を産み、ここから生まれた一例幼虫は素早い歩行ができるほか、腹部末端が吸盤のようになっており、これを付着させて、それを軸に素早く回転するなどの動きが可能となっている。そのような幼虫は徘徊性のクモ類がそばに来た際に、幼虫はクモの体に乗り込む。この際に腹部末端を固定しての運動から、幼虫は体を持ち上げて、 雲の体上に飛び移ることが可能となっている。雲体上の幼虫はその雲が散乱するまで待機し、散乱時に雲の作る乱能に移動する。ただし幼虫が乗り移った雲がオスであった場合、その雲が降雪する際にメスに乗り移ることも可能であるらしい。また、このような方法を取るために幼虫が乗り移った雲が散乱するまでに必要な時間は不明であり、 実際に1ヶ月近く経過した例もあるという。また、そのまも幼虫は痩せることがなく、むしろ腹部が膨らんでいたことから、このようなクモ体丈の幼虫はクモの体液を摂取していると考えられ、つまり幼虫のクモへの寄生はすでに始まっていると言っていい。乱納に移動した幼虫は2例になり、乱納中のモ卵を餌として成長していく。この2例以降の幼虫は、 ふ足が退化して、動きの慢ないもし型となり、三礼までを過ごして、乱納中でサナギとなる。このサナギは、歩き回ることが可能なので、ファレート成虫と呼ばれる。適当な羽化の場まで移動したサナギはそこで羽化し、成虫となる。日本では、数種の生息が確認されている。ありがとうございます。